やっが。僕のすごく好きな言葉です。この言葉を聞くと、僕は一人じゃない。パワーをいただく言葉。 やっがこのヤッガですこれを僕が聞くためにいろいろなことを仕掛けるその一つの成果がですねこれです鹿児島祭り僕ら同級生だけが参加できる非日常な空間それが祭りです見てくださいはじめましての方もいるし久しぶりっていう方この時268名の同級生が集まりました この笑顔であったりわっ久しぶりだねとかこの会開いてくれてありがとうそういうことを聞くと先ほどのヤッガをやってよかったな僕はすごくそう思ってます今からお話しするヤッガこれの新しい世界に導くキーワードだと思ってますでもこれは僕だけの特別なことではないあなたもできるヤッガを導き出すことができる秘密 その五つの秘訣を今から皆さんにお伝えしたいと思います。一つ目、出会いを繰り返せ。二つ目、口は聖虐の元である。三つ目、ピースを集めよう。四つ目、未来を今決める。五つ目、これはですね、ちょっと後からお伝えしたいと思います。この五つ今からお伝えします。 一つ出会いを繰り返せ多分皆さん何のこっちゃよくわからない思ってらっしゃる方いらっしゃるかもしれない今からすごくわかりやすく説明します書いてあります出会い書いてあります出会いを繰り返しますよ見ててくださいねほら繰り返したたった1個の出会いが9個になりましたねまだ繰り返します出会いを繰り返します我慢いっぱいの出会いになりました ここにあるものが隠されているんですよ気づきますかどうでしょうアイデアです出会いを繰り返すとアイデアが隠れているんですね先ほどから言っているヤッガ五二五三祭りのヤッガこれもある一つの出会いから生まれたアイデアなんですそのエピソードを一つお話しするんですが私は地元が大好きです その大好きな地元に、たまたまできた、すごい美味しいとんかつ屋ができたんですね。そのとんかつ屋。彼のところで、ご飯を食べる。カウンター越しで、店主と会話をする。そうすると、共通項が見つかったんです。あら、同級生だね。そう、五二五三の仲間だったんです。で、僕は愛すべき地元に、美味しいとんかつ屋ができて。 それをいろんなところに広めたいなと考えたんですそしていろいろ妄想した結果彼とは学校が違ったんですね学校が違った普通同窓会というと学校単位でやりますよねそう学校の単位の壁をぶち壊して同級生だけ集まれるお祭りをしようじゃないかということで始まった妄想なんですそれが先ほど言った5253祭りある一つの出会いから生まれたアイディアそれが この出会いを繰り返したことによって導かされた薬価です。二つ目の不潔。これは吐くという感じです。皆さん、会場にいながら息を吸ったり吐いたりしていると思う。僕はここで言葉を発しています。吐いています。この吐くという感じ、すごい面白いんですね。ちょっと分解してみますね。こうなります。口。プラスマイナス。 この三つから書くという言葉は成り立っていますそのうちですね口から発することマイナスのことプラスのことマイナスのことっていうのはですね僕は 3D 言葉って言ってるんですけどデモとかだってとかどうせ会話でこういう会話が出てくると先ほど言ったヤッガっていうのには繋がらないことが多いですマイナス言葉はヤッガの火を消してしまうんですね 逆にプラスの言葉を使うとヤッガが加速されるんですよその答えをお伝えすると口からマイナスをとるくからマイナスを取ればこの感じになるんですねわかりますね。叶う口から出す言葉をプラスにすることだけで叶うんですそういう時、ぜひ使ってほしい言葉が素直である素直な言葉を使ってほしい具体的に言えば すごいですねとかなるほどですねとか面白いですね頭文字で素直ですそういう素直な心で会話を交わすことができれば先ほどのヤッガがより実現性を帯びてくる二つ目はあの先ほど言った口は清濁のもとプラスもマイナスも発することはできますがプラスを出しましょう三つ目ピースであるということですピースを集めようということですね ピース2つ意味があります1つ目はやっぱり人なんですね先ほどの5253祭りこれは40歳で1,000人で乾杯するというアホなアイデアですでも今僕らはそのアホな夢に向かって着実に1つずつ階段を上ってますつまり1,000個のピースを集めないといけないんですね1,000人集めるということはそのためにやはり仲間を集めないといけないんですよ で、仲間はですね、どう集めるかできるところとできないところそれぞれあるんです僕はデザイナーでもありませんし、あのー、何か緻密なキャッチコピーを考えることができるようなキャラではないですただこうしてみんなにアイデアを伝えたりすることは得意です僕はそういう役で5253に貢献しているし同じ仲間は違うことで貢献しているそういう仲間がですねピースが揃って初めて大きな絵が描ける。 もう一つはピースを集めようのもう一つの意味は経験値なんですねネタいろんなことを経験するそうすると一つずつピースを手に入れることができる大きな絵を描きたいその時に今すぐははまらないかもしれないけどどこかでははまるかもしれないピースが手に入るんです一つエピソードとして言えば5253祭りは屋台村を貸し切りました民間では初です いきなり僕らが貸し切れたっていう実績はですね僕は日頃から屋台村で飲みに行ってたっていうただそれだけなんです屋台村を貸し切るために飲みに行ってたんですたまたま飲みに行ってたそこで屋台村関係者さんとすごく仲良くなった普通にお話ができる仲になったそうして実はこういう企画があるんですそうするともう人となり分かってますでどういういい影響が与えるか 彼はよく分かってた二言返事でしたいいよすごいあっけに取られましたもちろんその後はちゃんとした倫理書をお出ししましたけれどもそうこのピースを集めるということはすごく重要です四つ目の秘訣ですこれ僕が普段愛用しているスケジュール帳ですでかいですこの中身こんな感じでいろいろぐっちゃぐちゃ書いてます未来を今決めるということはですね 皆さんこういういい経験ないですかまた飲み行こうねとかまた今度それしようねその約束って実現できました結構できてないこと多いかもしれませんであればですね私は伝えたい今その瞬間一番ホットな時に予定を決めてください未来は今決めれるんです 僕らは40歳で乾杯するということを決めたそれを逆算してただ今やっているだけです未来は今作っている5つ目出てきましたこれ僕の筆文字なんですがこれ読み方わかる方いますかまあ普通はですね知覚同行って読む方がほとんどです僕も初めて見た時はそう感じましたでも こここの読み方はぜひ覚えていいいたただきとととももかかくく動動ううう <laughs> ありがとうございます <laughs> ともかく動こうよくとにかく動こうぜってあると思いますが少しちょっと変えてともかく動こう知って覚えて動きながら考えろヤッガを作り出したい加速させたい引き出したいそういう方いろんなことを知って覚えて人に伝える。 ととりあえずやるとにかく動く動このともかく動こうこのキーワードはすごく重要だと僕は思う僕がただ口だけで言っている男であればみんなのヤッグを多分は引き出せなかった日頃から小さなことでも構わないそういうことを実践して動いて実践して皆さんに伝えていくこういうことを繰り返すことで先ほどの「 五二五三祭り、四十歳で千人乾杯は今実現に向かって下走っています。五つのキーワード、秘訣覚えてますか？出会いを繰り返せ。口は清濁の元である。だからプラスのことを言いましょう。ピースを集めてください。皆さんの周りに絶対いるはずです。皆さんの苦手なところ、できていないところを補ってくれる仲間が、あと 経験値で出会いでヤッガを引き出すことができるそれは夢ではなく計画予定確定した未来にしてくださいそれで知って覚えて動きながら考えるこれはすべて先ほどから僕が言うヤッガ鹿児島弁でやるがヤッドヤッド やがやがそれいいね。そういうことにつながるキーワードです。鹿児島ユニバーシティの今回のテレックス鹿児島ユニバーシティのキーワードテーマファーーースストストーリーです皆さんのファーストストーリーぜひヤッガで作ってみませんかありがとうございました